藤原金房は、平安時代末期から、鎌倉時代前期にかけての苦行。藤原北家、関白、藤原忠道の柔軟。男。には、十一位、大乗大臣。二平三年、関白、藤原忠道の柔男として誕生。王法二年に十歳で元服し、十五以上、ついで聖五位下に助され、さらに金時期を許され、自重となった。上官元年に、 左少将、長官二年には、左中将となり、任難元年に十四歳で、十三名に助され、苦行に列した。しかし同母兄、九条かねが、再官なし、老石なしと語るように再核や見識には乏しく、長らく犠牲官になれず、悲惨に左中将に止まった。樹影二年四月には、理解も年齢も下だった、藤原よりが、県中納言に任じられることになり、 金根を落胆させている。同年8月に金房も県中納言に昇進するが、11月の宝珠寺合戦では隠語書に参入していたため戦闘に巻き込まれ、一時は消息不明となった。これを聞いた金根は、日雷老居の人がなぜこの日に限って参院したのかと探索している。その後は、元略2年に県大納言となって金金の着手、 病痛の官位に追いつき、文治5年には、聖官の大納言となるなど、金金の支援もあり順調に昇進する。研究元年、左大臣、特大寺鮫定の辞任を受け公認人事が焦点となり、加算の院権宮尾は、叔父の中山忠隆を内大臣にするよう、後白河法皇に願い出る。これに対して金金は、大納言序列2位の忠隆が、 序列一位の金房を超えることに反対した。この時は、金座根の意見が通り、7月17日、金房は内大臣に昇進した。ところがそれから一年も経たない研究2年3月、後白河院は金座根に対し、金房を大乗大臣に昇進させてあいた内大臣に、ただちを任じるよう命じた。金座根は、大野助地下大大略捨ておくかなりとして、 内心不満だったが、この人事案を自諾した。これにより金房は町議を主催する一条への道を閉ざされることになった。その後、大町大臣に5年間在任したが、研究7年11月28日、研究7年の政変で、金座根が失脚した煽りを受けて辞任する。正治元年に47歳で出家、憲法5年に隠れ後、去年65、 和歌を愛好し、柿の本の人丸を尊敬していたという。藤原定家は、夕食はないが、出資していた時には、追従、どんねの心がなく、出家後は、持ち立、上界で知られたとして、マッセにおける賢者と、好意的に評価している。ありがとうございます。